Hello everyone! This is Tomo Watanabe. I'm here in New York City! On a short day in New York City その傍ら、ボイストレーナーとしても活動したり、ニューヨークの生活を紹介した動画を YouTube チャンネルで配信する活動もしています。まずは、私のプロフィールを簡単に紹介します。私は千葉県出身です。実は、18歳まで留学経験がなく、日本の一般の学校に通っていました。幼い頃から英語に興味があり、留学することが夢でした。この動画では小さい頃に海外に住んだことのない人にも留学の良さをお伝えするとともに実際どうキャリアに役立てているかをご紹介できたらいいなと思っています。それではレッツゴー。私は2012年から2年間ニューヨークにありますアメリカンミュージカル&ドラマティックアカデミー、通称アムダという学校に行っていました。アメリカの大学というと大きなキャンパスを想像しがちですが、実はマンハッタンにあるこの学校はこういったビルにあるんです。ここが私の学校です。私はミュージカル科に2年所属していまして、他にもダンス科、演劇科などさまざまな舞台芸術を学ぶ学科がありました。その生徒たちなんですが、やっぱりニューヨークブロードウェイの舞台を目指している人たちが多くて、実際に今現在行われているミュージカルのプログラムを見てみると、この人もこの人もアムダ卒業生なんだってことがよくあります。実はアムダの入学願書、オーディション全てオンライン上で手続きしたので、そこで初めてニューヨークに降り立つことになりました。あとアムダのその学校自体を見るのもそこが初めてでした。で、いざ入学してみたら、なんと日本人は私一人だけという。正直その時にどう思ったかって言うと、やっぱり不安な気持ちがすごくありました。こっちで舞台をやりたいとなると、英語ができて当たり前、そこから歌唱力、演技力っていうのが評価されるので、とにかく私の英語力を一刻でも早くレベルアップしなきゃいけない、そこがとても苦労しました。そんな中でどうやって英語力をアップさせるか必死に考えたんですけども、やっぱりこう簡単にレベルアップする方法はないなと。とにかく近道はない、時間を費やす、経験を積むということに集中して、積極的に友達に話しかけに行ったりとか、先生とコミュニケーション取ったりする時間を作りました。そしてやっぱりその当時英語にやっぱり負い目を感じていたので、パフォーマンスくらいはみんなをあっと言わせてやりたい。でもそのパフォーマンスのレベルは絶対に練習すればどうにかなるっていうのを分かっていたので、まず朝は自主練から始まって、学校の授業があって昼ぐらいに終わります。その後特別レッスンを受けたりして、それも終わって学校から帰って家でも練習、宿題を満足いくまでやる、とにかく不安だったら不安がなくなるまでやるっていう日々を毎日毎日続けていました。では私が普段使用しているスタジオにやってきました。今日は特別に中をお見せしたいと思います。来てください。努力っていうのを周りの人が見てくれているみたいで、例えば先生がクラス中に、友ができてるんだからあなたたちもちゃんとやりなさいとかって言ってくれたりとか、徐々に周りの人が認めてくれるようになりました。そして最後のセメスターで卒業制作として大きなプロダクションに出演しました。その時に実際にオーディションを受けて配役をされたのですが、私がやった役は実は一番やりたい役ではありませんでした。なのでその時にとても悔しい思いをして、外に出たら絶対に私のやりたい役をつかみ取ってやる、
そんな気持ちにさせてくれました。そして卒業後初めてプロとして出たミュージカルがミス・サイゴンというミュージカルです。私も個人的に大好きなミュージカルで、キャスティングのお知らせが来た時にはとても喜んだのを覚えています。その後のリハーサルも公演も毎回楽しかった思い出があります。はい、そしてこちらがよくオーディション会場として使われるスタジオです。私はいつもここ朝7時に来てサインアップします。そして私の順番が来るまでとにかく待つ。遅い時には夕方5時6時まで私の順番が回ってこないことがあるので、とにかく辛抱です。オープンコールと呼ばれる誰でも来られるオーディションには最大600人もの人が来るので、もうそこからすでに競争が始まっています。そしてその翌年にオフブロードウェイデビューを果たしまして、そして今年ついに私がどうしてもやりたかったイントゥーダウッズというミュージカルの赤ずきん役をやりました。このミュージカルは複雑な音楽と英語のセリフで有名なミュージカルで、これを外国人がやるってことはとても大変なことだと思います。そしてもちろんオーディションでキャスティングされて、この作品を成功させることができて、この経験を通して私もニューヨークで舞台女優としてやっていけるなという強い自信につながりました。はい、そして私が留学で得たものは、人生の選択肢が増えたということです。例えば私は英語に興味があったので、日本の大学に限らずアメリカの大学も視野に入れて一番いい大学を選ぶことができました。そして今ある程度英語が喋れるようになったので、アメリカでも働くことができる、もちろん日本でも働くことができる、もしかしたら今後イギリスでもオーストラリアでも働くことができるかもしれない、そんな風に選択肢がぐっと広がることができました。ですので留学をしようかと悩んでいる方や、新しいことに挑戦したいなと考えている方がいたら、ぜひそのことに挑戦してもらって、自分の可能性とか選択肢をぐっと広げてほしいなと思います。